よう、霊夢遊びに来たぞ。あ、マリサ。何やってるんだ？うぷ主が待ってたゲームが発売延期したから、なんか面白そうなの探しとけって言われてるんだよね。ありがちなパターンだな。ということでマリサもちょっと一緒に見てみてよ。よかろう、だが私の理想は高いぞ。できれば心休まる癒し系ゲームがいいんだぜ。ってなんだよ。どんなゲーム集めたんだ？今回は前回入れられなかった。ちょっとヤバいシミュレーター系ゲームを集めてみました。ヤバいってなんだよ。まずはこちらのアルティメットエピックバトルシミュレーター2です。なんなんだこの血を埋め尽くすマッチョの方々は。こちらは名前の通りのバトルシミュレーターで、誰しもが考えたことのある、この軍団とこの軍団が戦ったらどっちが勝つのかという妄想を実現できる夢のソフトなのです。夢っていうか悪夢だなこれは。でも、2ってことは続編なのか？そう、好評だった前回からパワーアップして、前作の100倍以上、数百万人規模での戦闘が可能に。さらに一人一人のキャラクターのグラフィックや AI も向上してより戦略的な行動を取るようになったということです。もうわけがわからんがスケールがやばい。さらにこのゲームの特徴として、このようなアクション映画の登場人物や、動物恐竜ゾンビから戦車などまで、様々なキャラクターが用意されています。アヒルさんだアヒルさんが戦っておるアヒルと人間どちらが強いのか、きっと誰しもが一度は確かめたいと思ってたはず。思わねえよ。でも現代兵器対古代の軍勢など、妄想を実現する組み合わせがあるのがこのゲームです。もちろん多くもいます。ここでもやるのか。この壮大なスケールでどんな戦いを実現するか、今から妄想がはかどるね。でもこれ PC スペックがヤバそう。GPU にかなり依存するみたいだけど、まだスペックは明らかではないです。とりあえずうぷ主もやる気満々のこちらの、アルティメットエピックバトルシミュレーターには、2022年5月12日発売予定です。もうすぐなんだぜ。続いては、こちらのピジョンシミュレーターです。なにこれ？鳩なの？そう、こちらは名前の通り鳩になれるというゲームなのですが、見ての通り普通の鳩ではないです。数世代に一度生まれるという伝説の選ばれし鳩となり、人間と戦い鳩の楽園を築くのです。へぇ、そうなんだ。とまあ、マリサも呆れるように、基本的には鳩が大暴れして破壊を楽しむジョークゲームと言えるでしょう。なんか既視感があるんだぜ。名作ゴートシミュレーターの影響がもろに見えるね。ちなみにこのゲームも2019年に早期リリースしているので、もしかしたらやったことがあるという人もいるかもしれません。こんなもんいつまで開発してるんだよ。どうも開発が行き詰まったらしく、2021年に新しいディベロッパーの元でプロジェクトが再始動しているよ。そこから相当気合を入れているようで、次世代の後継者に能力を引き継げる DNA システムや、スキルツリーに基づいた能力開発など、様々な要素が追加されているようです。へぇ、そうなんだ。新要素の追加など結構頻繁に情報をアップしているんだけど、楽しんで開発してるんだろうなって様子が伝わってくるね。悪乗りしすぎて収集がつかなくなってるな。でも開発陣もいつまでも遊んでられないので、そろそろ発売されるでしょう。ただ現在のところ、ピジョンシミュレーターの発売日は未定です。こいつは確かにヤバいんだぜ。では動物モノを続けていってみよう。こちらはアニマルシミュレーターです。狼、ウサギ、ゾウ、カラスなど10種類の動物から選んで、オープンワールドでサバイバルを楽しめます。へぇ、こっちはハトと比べると随分まともそうだな。各動物にはそれぞれ特徴があるので、それらを活かして生き抜いていく必要があるよ。例えば、狼なら群れを率いることができるとか、アライグマならいろんなところをよじ登ることができるとかかな。でもなんか地味じゃね？ウプ主みたいな動物好きなら需要ありそうだけど、ちょっとマニアックすぎるというか。多分制作チームもそう思ったんだろうね。人間要素が追加されて、友達になった人間を使って建築や農業、さらには子育てなんかもできるみたいなんだ。アニマル要素どこ行った？どうもこの建築とかがどう絡んでくるのか、説明を読んでもいまいちよくわからないんだよね。いや、多分だけど迷走してるだけだと思うんだぜ。やっぱりそうかな。間違いないだろ。ちなみに、マルチも可能なようです。そう言われてもなぁ。でも象になって街を破壊したり、馬になってディスコに乱入したりできるよ。ハト化しちゃってるじゃねえか。ちなみに要求スペックはかなり高めな模様です。ますますヤバいじゃねえか。お前これ絶対おすすめしてないだろ。おすすめはしませんが個人的に注目はしています。先行きが不安なアニマルシミュレーターは、2022年発売予定です。では人間社会に戻りましょう。なんかちょっとダークな雰囲気だな。そうこちらはドラッググロワーシミュレーター、リアルなマリファナ栽培を楽しめるゲームです。
え、それダメなやつじゃないか。まあ、実際にできないことを楽しめるのがゲームだからね。まあそうだけど。栽培にはこだわっていて、温度、湿度の調整は当たり前で、土のpH だったり、栄養分や光の管理、さらには病気になることもあるので、自分のこのように大切に観察しましょうとのことです。どういうコメントだよ。いけない知識を身につけられるね。ちなみに、ストーリーも一応あるようで、主人公はギャングの抗争や FBI の捜査を交わしながら、父親の死の謎を探ったり、マリファナ合法化に向けた動きをしていく必要があるようです。いろいろ盛り込みすぎだぜ。ということで、主人公は栽培したマリファナをそのまま売ったり、食品に加工して付加価値を高めたりしながら、お金を稼いでいく必要があるみたいだね。こいつはヤバいんだぜ。アメリカのアンダーグラウンドな世界が楽しめる、ドラッググロワーシミュレーターは発売日未定ですが、日本語には対応の予定のようです。続いてはこちら。なんかまたひどいのが来た。はい、こちらはバンディットシミュレーター、名前の通り盗賊になれるゲームです。お前のチョイスはどうなってるんだ。こちらは、中世を舞台にしたオープンワールドで、釣りや泥棒、強盗などを働きながら、伝説の盗賊王になるのが目的です。盗賊王に俺はなる。なんかスケールがせこい。しかし、初めはただの下っ端のゴロつきです。より高度なミッションをクリアするには、タスクをこなして、スキルを向上させたり盗んだ物品を売りさばいて、装備を充実させていく必要があります。豚泥棒くらいならいいのですが、より儲かる仕事をしようとすればリスクは高まります。豚だって大切だぞ。そうだね。仕事に失敗すれば、捕まり牢屋にぶち込まれますが、そこからの脱出は困難を極めるでしょう。めっちゃぶん殴られてたな。こうならないためにも、住民と交流しよく観察しながら、慎重に戦略を練る必要があります。盗賊として一風変わった生活を送りたい方におすすめの、バンディットシミュレーターの発売日はまだ未定です。さっきから犯罪者ばっかりじゃねえか。それじゃあ今度はもう少しまともな職業になれるゲームを紹介するよ。ほんとか？はい、偽善者のマリサにおすすめなのがこちらのポープシミュレーターです。ポープ？って偽善者ってなんだよ。ポープはローマ法王のことだね。こちらはそう、ローマ法王になれるゲームなのです。ゲームにしちゃっていいのか？法王に選出されるところから始まるこのゲームでは、まず自らの紋章を作ることでキャラをエディットしていきます。キャラって言わないで。そして世界最強の宗教組織の長として、紛争や独裁政治など現代社会の問題に立ち向かい、地球の平和のために戦うのです。なんか壮大すぎる。私たちにはコソ泥くらいがちょうどいいよね。いや、それもどうかと思うけど。とにかく、信仰心パワーを使って民衆を改心させたり、バチカンパワーで政治的に干渉したりと、高難使い分けた戦略を駆使して世界に影響を与える、リアルなローマ法王を体験できる本作は注目だね。リアルなの？本当にリアルなの？開発がリアリスティックと自信を持つポープシミュレーターは今のところ発売日未定です。怒られないか心配だぜ。はい、より人を導くことの苦労を知りたいという方にはこちら。このリュアープリンシパルでは底辺学校の校長先生になることができます。いや、なりたくないんだけど。そうです、校長は簡単なお仕事ではありません。自ら教壇に立ち、クラスをマネジメントするだけでなく、言うことを聞かないクソガキを指導する必要があります。校内を探索して悪事を発見し、自ら開発した素敵な罰を食らわせてやりましょう。ちょっと底辺校すぎませんかね。どうしようもない生徒の場合は、罰を与えるだけではなく、親を呼び出すなどの措置も取りながら、生徒を正しい方向へと導いていく必要があるのです。これは大変なんだぜ。そう、そして幼霊なので、日本の学校とはレベルが違います。ドラッグの売人などもうろうろしているので、捕まえて、警察に突き出すのも校長先生の役割なのです。無法地帯にも程があるんだぜ。生徒からの嫌がらせなども避けつつ、あなたは学校を運営できるのか？ Your Principal は、近日発売予定です。さっきから変なのばっかりで、なんかもっと普通のはないのかよ。ではそんなマリサさんにはこちらをおすすめしましょう。この大多数は、その名の通りその他大勢の庶民のリアルな生活を楽しんでいただくことができます。なんか庶民っていうには、薄暗くて貧乏くさすぎるんですけど、漢字がいっぱい書いてあるけど、これって中国が舞台なの？はい、こちらは中国っぽい雰囲気を持ったパラレルワールドが舞台となっております。親ガチャも失敗、学歴も運もなく、借金地獄に陥った主人公は、このスラム街めいた街で苦境から脱するために、
日々あがき、もがき続けていくのです。え、何苦しい、設定を聞いただけで苦しくなってくる。本作では、末端労働者の悲哀を存分に味わってもらうために、健康やメンタルがパラメーター的に再現されており、肉体労働で怪我をしたり、他人の給料を見て絶望したり、金がなくの熟して病気になるなど、様々なイベントが予期せず襲ってくるため、生き延びるために最善を尽くす必要があります。希望が見えない。成功を手にするには地道な労働しかありません。ゴミ拾いからビラ配り、配達など努力と汗でキャリアを掴み取りましょう。でも労働だけでは心がすり減ってしまうんだぜ。そう、なのでね、カフェでゲームをしたり、街角のおっさんと将棋をしたりと計画的に娯楽も織り交ぜていくことが重要です。そうして人々と交流を深めていくと恋人を作ってリア充になることも可能だったりします。誰得なんだよ、このゲーム。リアルな庶民の日常を満喫できる大多数は2022年発売予定です。癒しを、私に癒しをくれ。では精神をやられてしまったマリサには、こちらをおすすめしましょう。ああ、何か癒される自然の景色だな。こちらのツリーシミュレーター2023はなんと気になることができます。おお、木を育成するってことだな。いいじゃないか。害虫を駆除したり、栄養をあげたりするのか。いや、文字通り気になるだけです。30種類の樹木から好みの木を選んだり、周囲の天候や木に関する設定を変更することはできるけど、基本的にはこの真ん中に折ったってるだけです。え、でもこれ2023ってことは続編なんだろ？そうだね、ツリーシュミレーター2020から始まって、2021、2022と進化を続けてきているよ。何がどう進化してるんだよ。なんと前作では最大100人だったマルチプレイが、本作では250人で楽しめるようになってるよ。みんなで立ってるだけじゃねえか。まあまあ落ち着いて、木が何かをするって発想がおかしいんだよ。ただこの風に身を任せようじゃないか。なんかキモい動きしてる。本作では移動可能です。え？さあ今回は9作品ほど紹介したけどどうだったかな？変なのばっかりじゃねえか。まあいろんな世界を楽しめるのがゲームの醍醐味だからね。うぷ主も急に妙なことやりたがるから、このうちのいくつかはやりたそうにしてるね。責任持って全部やれよ。それはきつい。やるかどうかはともかく気になるゲームがまた溜まってきたら、紹介していきたいと思います。今度はもうちょっとマシなの頼むぜ。というところで今回はこの辺で、それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。